思っていた以上に選手体、動いている感じではいます。で、まあ、今、何回か練習しましたけども、きついところではあると思うんですけども、選手は積極的にトレーニングに取り組んで、くれてるんじゃないかなと思ってます。まあ、このキャンプは、技術的なところももちろんそうなんですけども、戦術的な部分と、あとは、新加入選手が多く入ってきているので、戦術の部分もの落とし込みっていうのも同時にやっていきたいと思います。キャンプでイメージするのは、なんか走り込みのトレーニングだけが多いとか、そういうイメージされる方いらっしゃると思うんですけども、比較的ボールを使いながら体力的にも上げていく、技術的にも上げていく、あとは戦術の理解を深めていくっていうキャンプにしていけたらいいなと思っています。もうこの今年の目標は明確に、J2 を一勝することに向かって、日々トレーニングして、最終的には皆さんと一緒に大きな喜びを分かち合いたい、そういうまず最初のキャンプにしていきたいと思います。このワンという言葉、いろんな意味に捉えられますけども、特に、今回のキャンプは一日一日のトレーニング、あと一つ一つのプレーを大事に、トレーニングに励んでいけるようなキャンプにしていきたいと思います。